はい、プレーボールどうも野球人です、今回は日本ハムの戦力外予想ですね、戦力外予想シリーズ、今回は日本ハム編やっていきたいと思います。まあ、助っ人の去就予想は以前ねお話しさせていただいた通りではあるんですが、今回は支配下の日本人登録選手、こちらについて見ていきたいと思います。それではまずね、何人くらい支配側から外れるのかというところからお話していきましょう。はい、では戦力外人数ということでお話していきましょう。現在ね、日本ハム支配枠が68ということになっております。70人枠は埋めずに2枠空けた状態で、ドラフト指名はですね、10年平均で 7.6 人ほど取っております。まあ、とにかくね、日本ハム支配下の指名っていうのが非常に多いです。まあ、やっぱね、それなりに取ってくるのかなっていうふうに思います。さらに去年は6人で打ち止めていたんですよね。今年は結構豊作になるんじゃないかっていうふうにも言われておりますので、まあ7人8人ぐらいね、例年通り取ってくることが考えられます。で、2つ目、FA 獲得や流出枠はマイナス1からプラス1ということで、まあ日本ハムね、FA の獲得っていうところ、去年伏見選手はありましたし、今年も補強する可能性はね、全然あるのかなと。で、一方で流出に関しては、まあ加藤選手が出ていく可能性、まあここはね、人手故障があるのであれなんですけど、上沢選手がポスティングでメジャーに行く可能性も非常に高いので、まあそうなってくると、多少この辺はね、考慮されるポイントかなと。で、3つ目、育成昇格枠や予備で3から4枠。まあやっぱこの辺は開けておきたいかなっていうふうに思いますし、まあ実際ね、来年上がってきそうな選手が2、3人いるので、まあもうちょっとね、余裕を持って上げてくる可能性もあるんですが。で、4つ目、外国人選手の挙手、5から7人体制ほどということでございまして。さらに日本ハムは引退発表済みの選手が2人います。木村選手と谷内選手の2人。谷内選手に関してはね、今日引退することが発表されました。年齢的にもまだ若いっていうところで驚きはあったんですけど、来季の構想からは外れて引退ということになります。で、まあその辺含めると、予想ではですね、戦力外7人ほどね、引退とは別に出てくるんじゃないかなと。まあ育成落ち等を含めて7選手試合から外れる予想でございますので、まあそれでは具体的な選手の予想っていうところ見ていきましょう。どうぞ。はい、では投手組1ということで見ていきます。まずは杉浦俊博選手、31歳、プロ10年目、年俸が6000万円ということになります。はい、この杉浦選手はですね、ドラフト1位指名でヤクルトに入団、2017年途中にトレードで日本ハムに移籍、そこからね、大幅に登板機会っていうのを増やして活躍してくれていた選手というところでございました。まあただ近年はなかなか登板機会っていうのも減っていきまして、まあ、昨年は16試合で 42.2 イニング、防御率5点台。そして今シーズンはここまで1軍で24登板 22.2 イニングで0勝1敗、0ホールド、防御率が 2.78、奪三振率が 8.74、四死球率が 3.97 という成績でございます。で、2軍では15登板で17イニング、0勝0敗1セーブ、防御率が 2.12、奪三振率が 7.41、四死球率が 2.12 ということになっております。はい。で、まあ、杉浦選手ね、今回予想いたしましたが、まあ割とね、いきなりこう大穴の予想かなっていうふうに思います。1軍でそこそこ投げれているっていうところはありますし、まだまだこうやれるんじゃないかなというところで、まあ戦力に当然数えられてもおかしくはない選手ではあるんですが、やはりですね、ネックなのは年俸ですよね。6000万円ということになっております。まあやっぱ日本ハム内ではかなりね、高額にはなってきているのかなっていうふうに思いますし、そこが本当に一番のネックかなというふうに思います。で、起用法もね、先発をやっていた時もあるんですけど、今シーズンはリリーフに。そこそこ抑えられてはいるんですけど、まあやはり勝利ホールドっていうのがゼロということで、いい場面での起用っていうのがありません。そうなれば、やっぱね、まだまだやれそうな杉浦選手なんですが、まあ日本ハム、切ってくるときは本当ね、大胆に切ってきますので、こう、おととしの秋吉選手のように、リリースの可能性っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今回入れさせていただきました。まあただ全然働ける選手ではあるので、いやいや、それはないだろっていうところもあるんですが、まあ今回の予想では入れさせていただきました。で、続いては、井口和智選手。29歳、プロ8年目、年俸が3300万円ということになります。井口選手は2015年ドラフト3位指名で日本ハムに入団。1年目から37試合に投げて、もうそこからね、安定感のあるリリーバーとして活躍してくれていた選手でございます。ただね、昨年は23試合で防御率5点台と結果を残せず、で、まあ今季巻き返せるかっていう中で、1軍では5登板5イニング、防御率が 5.40、奪三振率が 3.60、予期率が 5.40 ということになっております。で、2軍では35登板で 38.12、 4勝2敗2セーブ、防御率が 3.76、 奪三振率 6.81、 予期率 2.35 ということで、まあ2軍でも抜群にいいとは言えないのかなっていうふうに思います。まあやっぱね、この井口選手も実績はあるんですが、
まあそろそろこう危ないよねっていうところにもなってくるんですよね。でやっぱね、日本ハム切る選手っていうのもそこまでいないのかなっていうふうには思いますので、まあまあとなればやっぱ実績のあるこの井口選手でも当然ね可能性はあるのかなっていうふうに思います。でまあこの2人に関してはね、先ほどもお話した通り今季のコストカット枠っていうところ、まあ杉浦選手6000万円、井口選手もまあ3300万円、そこそこやっぱリリーバーとしては高くなっておりますので、2人で9300万円リリースしてこう浮かしてくるんじゃないかなという予想でございます。まあ当然他の選手で何人か年俸が高い選手で、まあ、特にリリーフで候補はいるんですけど、這い抜けではない杉浦選手と荒沢の井口選手が危ないんじゃないかなと。では続いていきましょう。はい、では投手組2ということで、まずは名田目翼選手、プロ5年目、年俸が900万円ということになっております。はい、名田目選手は2018年ドラフト3位指名で日本ハムに入団、まあ、大卒社会人の即戦力として期待されておりましたが、まあ、ただ入団してからなかなかね、こう、まあ、一軍での登板機会っていうのが与えられずに、是が非でもね、結果を出したい今シーズンというところでございました。で、一軍成績は5登板で 8.12、0勝1敗。防御率が 2.16、奪三振率 5.40、与四球率 4.32 という成績でございます。で、二軍では12登板で 26.2、1勝0敗、防御率 1.01、奪三振率 7.76、与四球率が 2.36 という成績になっております。はい、今季はね5登板ということで、まあ実はねこれキャリアハイの登板数になっております。まあただね、7月23日に1軍で投げて以来ファーム暮らしが続いているということでございます。でまあ2軍でもね割と結果を残しているっていうところもあるので、まあもう1年っていう声もあるのかなっていうふうには思うんですが、まあただねやっぱ大卒社会人で入ってきてこの成績っていうところはやっぱり厳しいよねっていうふうにも思いますので、割とね見栄えはいいんですけど、まあ、切られる可能性もねやはりそこそこある選手じゃないかなっていうふうに思います。まああとはね、ピッチャーで同年代の田中正義選手が人的保障で入ってきて、まあそこで結果出しているっていうのも、うん、大きいのかなっていうふうには思いますので、まあまあそういうところも加味で今回は予想に挙げさせていただきました。続いて2人目は田中瑛斗選手、24歳、プロ6年目、年俸700万円ということになっております。はい、田中選手はですね、2017年ドラフト3位指名で日本ハムに入団。ただね、こうなかなか活躍できず、21年のオフに戦力外通告を受けて育成契約として再契約しておりました。まあただ昨年ね2軍で結果出して再び試合が昇格っていうところではあったんですけど、今季はここまでわずか1登板、 3.12、防御率が 10.80、 奪三振率 2.70、 与四球率が 10.80 ということで、2軍では13登板46イニング、0勝4敗、防御率 3.33、 奪三振率 6.26、 与四球率 2.93 ということで、まあ、2軍ではそこそこ投げれてはいるんですけど、まあただやはりね高卒で入って6年目、一度育成を挟んで今季1登板のみっていうところは、まあ、やはり厳しいものにもなってくるのかなというふうに思います。後年若手でなかなか切る選手もいない日本ハムで言えば、かなりこの田中選手はね危ないラインに来ているのかなというふうに思います。はい、でまあこの2人に関してはね、まあ、もしかしたら育成落ちの可能性もゼロではないのかなというか、特にまあ田中選手なんかね、まあいろいろ人員とか考えたら育成に落としてっていうところも可能性はあるんですけど、まあただねやっぱ育成の選手結構、まあ、今いい感じに投げてくれている選手がいるので、わざわざ落とさなくてもね埋まっているんじゃないかなっていうふうには感じましたので、まあ今回は戦力外として予想ということでございます。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて野手組ですね。野手組からは計1人ということになっております。江郡拓也選手、25歳、プロ7年目、年俸が880万円ということになっております。はい、この郡選手はですね、帝京高校から日本ハムに2016年7位指名で入団。強打の捕手として期待されていた選手なんですが、まあ、なかなかね、こう一軍での出番というのが増えず、もう近年はキャッチャーというよりも、内外野守るユーティリティの選手としてプレーしておりました。で、今シーズンは一軍で15打席4安打、打率が2割6分7厘、オペスが 0.600 という成績でございます。はい、郡選手ね、15打席、打席数は少ないんですが、ヒット4本放って、そこそこね、悪くはない成績かなと。まあ、ただ6月30日以降、1軍には呼ばれておりません。2軍では331打席で67安打、7ホーマー、打率が2割2分4厘、オーベスが 0.649 ということになっております。はい、まあね、2軍でもめちゃくちゃ打っているわけではないのかなというところでございます。ホームラン7本というのはね、自身キャリアハイの数字ではあるんですけど、まあただやっぱ率が低いので OBS もねそこまで上がってきてはいないのかなっていうふうに思います。で、彼に関してはね、やっぱキャッチャーをほぼ守っていないっていうところは大きいのかなっていうふうに思いますし、まあ今年で言うと2軍で7イニングぐらいしか守っておりませんので、まあやっぱ本当にね、こうユーティリティの選手ということになっております。ただやはりそうなると
高い守備力であったり、ある程度打てるっていうところが求められるんですけど、まあ現状やっぱ新庄監督の求める1軍のラインには達していないのかなというところもあります。まあこう2軍を含めてチームにいてくれれば助かる存在ではあるので、まあもしかしたらこう育成落ちにみたいなところもあるんでしょうけど、まあただ試合覚悟をね、来季も用意するかっていうのは結構危ないところかなっていうふうには思いますね。で、野手に関しては今回、まあ引退が2人あったっていうところもあって1人予想でございますが、ドラフト次第では当然もっとね、リリースも考えられるのかなっていうふうに思います。まあ去年全然取っていないっていうところを考えればない話でもないのかなっていうふうに思います。まあ今回は1人予想でございましたが、まあその辺がどうなってくるのかなと。はい、じゃあ次が最後ですね、見ていきましょう。はい、では最後は育成落ち組ということになっております。計2名ですね。まずは縦の和明選手、プロ4年目、年俸が1600万円ということになっております。縦の選手はですね、2019年ドラフト2位指名、ドラ2で入ってきた選手でございます。で、2021年2年目には1軍で10先発4勝マーク、防御率も2点台と、こうしっかりね、成績が残しておりました。そこからまあトントンと言ってくれればっていうところではあったんですが、昨年はわずか3登板で、今季も4登板で6イニング、防御率が 6.00、 奪三振率が 10.50、 与四球率が 1.50 ということになっております。まあ1軍ではなかなか出番がないよということになっております。で、2軍では28登板で 46.2 イニング、1勝4敗2セーブ、防御率が 3.47、 奪三振率 7.33、 与四球率 3.66 ということで、で、2軍でもね、めちゃくちゃ引い出た数字では正直ないのかなというか、まあ、奪三振率も与四球率も並ではありますし、やはりこう突き抜けたものっていうのは今のところは見せれていないのかなっていうふうに思います。まあ、ただドラフトに上位で入ってきた選手ですし、まあ、1軍で4勝しているっていうところもあるので、直接戦力外っていうよりは1回ね、育成に挟むのかなっていうのがね、ハムの傾向的にはあるんじゃないかなというふうに思います。まあただね、やっぱハムの育成っていうところ、いい選手が揃っておりますので、育成で覚悟しておく必要はないなって判断される可能性もあるんですけど、まあでもやっぱドラになんで、直接リリースっていうよりは育成っていう形ではないでしょうか。はい、では最後は田宮優和選手、プロ5年目。はい、田宮選手はですね、高校生で入ってきた選手で、2018年ドラフト6位指名ですね。去年は1軍でもね、自己最多の14試合に出ておりまして、今季はさらにっていう年ではあったんですが、ただ1軍では出場がありません。2軍では311打席、打率が2割1分7厘、出塁率が2割7分2厘、オーベースが 0.569 という成績でございます。で、やっぱね、伏見選手が入ってきて、アレルも来て、で、さらに、まあ、郡司選手まで来たというところになればですね、まあ、徐々に危うくはなってきているのかなというふうに思います。まあ、ただね、郡司選手も、そこまでキャッチャー守ってないですし、アリエルもね、まあ、DH はファーストでの起用っていうのも多いと。まあ、そうなれば、リリースっていうよりはね、育成に落として、ドラフトでキャッチャーを取ってくるんじゃないかなというか、まあ、大学生になるか高校生になるかはわかんないんですけど、多分ね、キャッチャーは取ってくるんじゃないかなっていうふうには、何かこう、感じるので、であればね、キャッチャーの枠的にもそういう動きがベストなんじゃないかなというふうに思いましたので、まあ、今回は育成落ち予想ということでございます。で、まあ、今回はね、この2人ではあったんですが、状況によってはもっと若手を落とすこともね、考えられるのかなというか、去年ですね、高卒3年目の上野選手を育成に落とそうとして、で、拒否されてオリックスに出ていかれましたね。まあ、ただ3年目の選手を育成に落としたっていうところはあります。まあ、どんどんこう育成に落とす時期っていうのも早くなってきておりまして、今年で言うとね、高卒3年目で言うと、細川選手や根本選手らになるので、落とすとかはないんでしょうけど、となればまあ次、高卒2年目ですよね。ここにまあ手をかけてくる可能性もゼロではないのかなっていうふうには思いますので、まあまあどうなるのかなっていうところではあるんですけど、まあ今回はないと思ってね、とりあえず育成落ち組は2人の予想ということでございます。はい、というわけで以上ですね、計7選手見ていきました。最後に日本ハムの年齢分布見て終わりましょう。はい、では戦力外予想一覧ということで、見ていきましょう。まずピッチャーの予想としては、杉浦選手、井口選手、生田目選手、田中選手ということで計4名で、野手はですね、郡選手のみ、育成落ちはピッチャーは立野選手、キャッチャーは田宮選手ということになっております。引退の八千選手、木村選手を合わせれば計9名が試合がから外れるのかなと。まあ枠がね、そもそも2つ空いているっていうところもあるので、まあ、あとはプラス上沢選手が出ていくっていうところを考えれば空くのかなっていうふうに思います。まあ正直ね、ドラフトのことを考えたらもうちょっと上げてくる可能性もあるんですけど、まあとりあえず今回はこの予想と。で、まあ、あとはどうするのかっていうところで言うと、やっぱまあ斉藤選手ですね。トレードで阪神から獲得しましたが、ちょっと怪我で今季絶望、多分ね、今季は投げれないんじゃないかなっていうところもあるので、そこのところをもしかしたら育成落ちにする動きとか
あるかもしれないんですけど、であとは実績あるね石川選手や堀選手らがこう活躍できていないっていうところもありますし、こう現役ドラフト等を含めてね、いろいろこう可能性は出てくるのかなっていうふうに思いますが、でキャッチャーは先ほど言った通りね、郡選手リリースでタミヤ選手育成でプラスキャッチャーを取ってくるんじゃないかなと。まあ高卒っていうよりはね、なんか大卒のキャッチャー取ってきて、まあまあそれでシーズン入りそうな感じはするんですけど、まあもしかしたらね、また今季のようにトレード等で大きな入れ替えがあるかもしれませんが、で内野に関してはね、インターネット選手抜けば戦力外はないんじゃないかなという予想でございます。で結構言われているのがやっぱ中島選手ですよね。この人がねどうなるのかと、まあ八千選手と同い年、まあしかもねファームでは八千選手の方が打っておりましたし、功労者とはいえどね結構危なくはなってくるのかなっていうところではあるんですけど、ただ今日一軍に昇格、スタメンで使われていたっていうところもあります。まあこれがどういう意味を成しているのかというところ、まあ普通に考えれば来季も使うよっていうことで一軍に上げてきたのか、まあそれとも最後の顔見せで上げてきたのかみたいなところもあるので、まあどちらとも取れるよねっていうところではあるんですけど、まあ今回は残留予想ということでございましたが、まあただ正直どうなるか分かんないのがこの中島選手ですよね。で外野に関してはね、特にまあ言うことないというか、木村選手がいなくなったんで誰かしら取る可能性があるよねぐらいかなっていうふうには思いますので、まあ今回は私なりのこういう予想でございましたが、よければね、まあ皆さんの予想などあればコメントなどにお書きいただければ嬉しいです。では以上でございます。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。